まずは前半の10分にこの後宇佐美のシュート。山口さん、このシーンはいかがでした？これね、非常にこのアデミルソン選手とのね、コンビネーションでしたけどね、はい、ただこの並走した田中達也選手のね、ディフェンスも見事でしたね。でその田中達也なんですけれどもね、山口さん、試合を通して非常にアグレッシブでしたよね。このサイドハーフに入ったことによって、はい、まあ、試合中も言いましたけど、常にこう前向きの状態で非常にいいこうプレーの、ね、選択のできるこう体の向きっていうんですかね、はい、そしてこれはいい展開でしたね。まあ、欲を言えばもう少し前でこのクロスを高い位置でね、はい、前の選手が入れたかったなという感じありますけど、うん、まあ、ただ人数はかけられましたね、はい。まあ、このシーンもこの後田中達也が狙っていくんですよね。まあ、惜しくもオフサイドではありましたが、まあ、非常に試合を通じて、エリア外のシュートは多かったですね、はい、新潟の方は、うん、ただここはガンバ決定的なチャンスでした。まあ、これは決めたかったですね、宇佐美選手ね、まあ、前にねこれ長澤選手がやっぱり引っ張ってるんですよね、はい、これによって、まあ、マークがね、こう緩みましたけど、両者無得点で後半を迎えます。田中達也、これね、後半に自ら持ち上がって、もう最初にボールが渡った時から自分で行こうというイメージがあったんですかね。まあ、ただガンバのセンターバックプラスキーパーで3人で守ったという感じでしたね、はい、これは加藤勝のシュートです、うん、そしてこの後田中達也、そしてこのパスに平松、これはまあ決めたかったですね。まあ最低枠には入れたいですけどね。一方のガンバ大阪は途中出場のパトリック、これも宇佐美からいいパスでした、うん、これ迫力ありますね、やっぱりね、パトリック選手はね、そしてここは最後岩下のヘッドですね。まあ、森田選手ね、本当にここ、うん、よく反応しました。今野選手がね詰めてるんですけどね、冷静に対応しましたね、はい、そして両チームのこのスタッツですけれども、シュート本数では新潟が2倍ぐらい放ってるんですね。まあ、先ほども話した通り、うん、非常にエリア外からね、打つことが多かったですからね、はい、